はいどうもこんにちは、ギバーズチャンネルです。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっといろいろ治療院業界についてのことを喋れればなと思ってます。治療院業界いろいろ闇というか悪い部分もあるしいい部分もあるし、特に悪い部分で言ったら近年よく言われているので言うと労基問題ですね。深夜残って働かされてたりとか、不正請求っていうのも未だに耐えることなく続いてたりとか、それこそあとは教育の上で見て覚えなさい、背中で語るから勝手に見て覚えろとか、理論がめちゃくちゃで今までこうだったからこうやりなさいっていうような押し付けの技術提供であったりとか、全然エビデンスだったりとか論理に基づいてないような施術だったりとか、こんなのが今業界的にはすごい横行してるのかなと思ってます。これはねやっぱりね業界として変えていかなきゃいけない。だからこそギバーズでは教育、これが会社としての一番のテーマなんですね。ギバーズは教育、これを一番日本一どの企業よりも圧倒的にやることによって素晴らしいスタッフをどんどん輩出して、そして患者さんのためにも世の中のためにも、そして業界のためにもなるような活動っていうのをどんどんしていきたいと思ってます。それこそね、なんでそんな教育に力を入れるようになったか、こういった部分からちょっと話していければなと思うんですけども、僕が入社した頃っていうのはまだ従業員っていうのが10名ぐらいしかいなくて、3店舗ぐらいの、心整骨院っていう形で、ね、やってたんですよ。その頃何が問題として起こってたかって言ったらですね、それこそさっき言ったような働き方の問題であったりとか、いろんな問題があって、一番の問題なんだろうってなった時にね、スタッフ問題なんですよ。入った時っていうのは社長がいて院長がいてスタッフがいてっていう形で、そういった構造になってたんですけども、僕が入社した時の最初の教えっていうのが、社長の言うことなんて聞くなと、俺らっちの言うことだけ聞いてれば楽しい職場になるから社長の言うことは一切聞かなくていい、こんな教育を僕は受けたんですよ。最初はねまだ当時21歳とかで業界も初みたいな状態で入ったんで、流されちゃうわけですよ。あ、そうなんだ、社長の言うことなんて聞いちゃいけないんだとなってたんで、これが普通で当たり前のように働いてた時にですね、社長とたまたま飲みに行く機会があって、社長ってどんな人間なんだろうと、こんだけ叩かれてああだこうだ言われてるけど実際どんな人なんだろうと、ちゃんと話してみたいし話したかったし、1対1で接する機会、飲み会の場でねそういう機会があって、いろいろ話聞いてみたんですよ。でその時にね、社長が言ってたのが、僕はね世界を変えたいんだと、今あるこの重生業界の問題だけではなくて、今世界にはいろんな問題があると、それこそ貧困問題であったりとか、いろんな問題がある中で僕は世界を変えれる、そういった企業にしたい、そのために我々は心整骨院としてまずスタートしているんだという話を受けた時にちょっとびっくりして、正直まだ3店舗しかないちっちゃな整骨院グループだったんですけども、その社長が世界を変えたいなんて本気で言ってるんだと、その時に思ったのが、この社長のビジョンと反社長派の人たちがついてこれてないだけなのと、理解できてないだけなんだなと強く感じて、その時から僕は社長の話をもっと聞きたい、もっと勉強したい、そういう思いがどんどん強くなって、いろいろと社長とね接する機会が増えていった時に、僕は反社長派から社長派に変わっていったんですね。その時に僕一人だけだったわけではなくて、仲間がいたんですよ。それこそ沖野先生であったり藤田先生っていう仲間がいて、秋先生がいて、その4人でまず社長派として核を作ってた。これが僕らの中ではすごい大事な転機だったのかなと思っていて、社長がこうしよう、こういうビジョンがある、こういう風にしていきたいってなった時に、そっちに向く人が今まで誰一人いなかったのが、その4人がバッと向くことによって会社の流れが明らかに変わったんですよ。で何が伝えたいかっていうとですね、教育をする上で一番重要なのっていうのが目線を合わせること。で目線が違うと教育の方針も変わるし、教育も響かなかったりするわけですよ。だからその会社、この家見てる人はいろんな会社さんに入ってたりとか、ギバーズにいる人もいると思うんだけども、その会社の方針理念っていうのをちゃんと理解して、そっちにちゃんと進まないと今ある教育っていうのはまず響かないし自分の身にならないです。だからこそこの目線を合わせる、これを我々は最初にやったんです。その上で目線があったと、そうなった時に今度それを拡大していく必要があった。拡大していくためにはビジネスモデルが大事になったというところで、我々はサブスクのビジネスモデルっていうのを導入してスタートしていた。これもさっき言ったように社長派と反社長派がいて、そんなサブスクなんてやってられないよと、一回施術して、それこそ当時流行ってた延長マッサージして10分1000円とか取ってもらった方が患者さんとして嬉しいんじゃないかとか、いろんな意見があった。でもこのサブスクのシステムを入れてやることで、患者さんっていうのはサブスクでやった方が一回一回の治療っていうのは本当に勝負だった。サブスクっていうのはなんでかって言ったら、いつでもやめられるからなんです。よくあるのは回数券とかだと、回数券だったら30回券とかで買ったらそれまではやめれないわけですよ。でもサブスクは1回1回が勝負、いつでもやめることができるから、だからこそ我々は患者さんに精神性向き合って対応することができる。だからこそサブスクのシステムを導入して、ちゃんと患者さんにいいものを提供しようという思いで導入してる。これも社長派、反社長派の話があったと思うんですけども、やってた時に僕ら社長派である4人がしっかりと道筋立ってやるぞと決めて本気で動いた結果、何が起こったかって言ったらですね、反社長派も社長派になったりとか、どうしてもそれが拭えない人っていうのは離職してきました。その結果何が起こったかというとですね、全員が社長派、要は会社の理念方針に対して突き進むんだよっていうメンバーしかいなくなったんですね。こっからがすごい強かったです。
ビジネスモデルも手に入れ、会社の、ね、目指すべき方針をみんなが向いた。そしてそこで今度何をしたかって言ったら、その人たちをより増やすために採用と教育にものすごい力を入れました。ここで教育っていう話がすごい出てくるんですけども、柔道整復師治療科としてやっていこうとなったら教育っていうのは必須なわけですよ。この教育っていうのはもともとはね、僕らは1ヶ月間現場抜けてみっちりやってから現場に出て活躍してもらうっていう方針でやってたと。僕ら本当に技術だったり治療を本当に日本一大事にするっていう理念のもとやってるような会社なので、そこを突き詰めてた結果1ヶ月じゃ全然足りなかったんですよ。どれぐらい必要なのかっていうのを考えるときに、これね本当に人によって全然違う。最低でも3ヶ月はやろうと。最低でも3ヶ月ほぼ現場に出ずにちゃんと研修施設でしっかりと研修で詰めて、確実に技術、そして患者さんとのコミュニケーションであったりとか、そういった部分が身についた上で現場に配属される、このシステムを構築したんですね。なのでギバーズではですね、それこそ本当に給料もらいながら研修で3ヶ月から半年まで、マックス半年まで現場抜けてしっくり教育受けられるようなシステムがある。これは本当に他社さんとは違って圧倒的な強みかなと思って、それぐらい教育に力入れてます。半年までって言いましたけども、それ以降 もうずっと教育はあります。責任者教育も毎月のように現場抜けて1日みっちりやったりとか、それこそ毎日昼の勉強会があったりとか、毎朝必ず自分が学びたいところのマニュアルをしっかり読んで、今日一日どういう風に勉強していくのか、学んでいくのか、そして患者さんに提供していくのか、それをじっくり考えられる時間がある。それぐらい僕らは教育に力をかけてる、技術に誇りを持って力をかけてる、そんな会社なんですね。それが圧倒的にできた上で、僕らは最近になってそれをより教育技術に振り切れるために、これ大事なんですよ。より技術だったり知識、そして患者さんのためになるためにシステムっていうのをどんどん導入して DX 化、AI、 そういった部分に頼ってシステマティックに効率化を図っているという状況です。そのシステムの部分も本当にいろんなシステムを導入してます。それこそ予約管理システムであったりとか、あとは診察券がいらないようにチェックインのシステムであったりとか、電子カルテであったり、電子問診票、電子契約書まで、そして CRM のシステム、あとは姿勢の分析っていうのも目視ではなくてちゃんと写真に撮って、それを AI が識別してくれて、こういう姿勢だ、こういうタイプだ、こういう症状の可能性がある、こういう筋肉が弱い可能性がある、こういったものを全部 AI が判別してくれてやってくれるようなシステムを入れたりだとか、教育の部分ですごい重要になってくるのがマニュアルアプリ。これは何かというとですね、携帯にアプリが入ってます。そのアプリでマニュアルを全部見れるんですね。なのでかさばるようなマニュアルって本みたいになってきたりして、どこを探せばいいのかわからないってことが一切なく、もう検索して自分が見たいところをサッと出せて、どこでもいつでもどんなタイミングでも見れる、そういうようなマニュアルを開発したんですね。これはマニュアルアプリです。こういった部分でいろんなシステムを導入することによって、繰り返しになるんですけども、教育であったりとか知識技術、ここにスタッフの人たちがどん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 振り切れるようにしたい、もっともっとこれを改善していって、スタッフ一人一人が技術知識を身につけて患者さんにいいものを提供できる、そんな治療院、整骨院、こういうのを作ってきて、これが、この考えが業界に普及していって、業界が良くなっていくこと。僕らってなんだかんだ言って僕ら自身が商品なわけですよ。施術家自身が商品なわけですよ。ってことは僕ら自身一人一人が成長していかないと商品の価値っていうのは絶対上がっていかない。で、僕ら一人一人が逆に言うと知識技術高めていければ、僕らの値段が上がっていくわけですよ。価値が上がっていく。そういったものをどん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 取り組んでいって、業界のレベル水準っていうのを底上げしていきたい、そんな会社にギバーズはしていきます。そして業界も変えていきたいと思います。っていう感じでね、こんな格好つけてちょっと一人語りさせてもらいましたけれども、業界の今起こっている問題であったりとか、それに向けて僕らがねどう動いていきたいか、そういうのを語らせてもらいました。この動画見てですね、ギバーズで治療家として本気で成長していきたい、本気で一流の治療家、一人前の治療家になりたい、そういう思いがある人はですね、ぜひお問い合わせご連絡してくれればなと思いますんで、よろしくお願いします。ということでこの動画締めたいと思います。ありがとうございました。